恋と言われりゃ会いたくなって、おいでよぎのざさん、ハイサイハイサイグスヨチューガラミラ、今日は新里農園、新里バナナ農園にやってきました。沖縄ユンタ構想ウィンタだけのフェービー、カメラマンは新里さんです。皆さんにちょっとお知らせがあります。今我が畑にもバナナをたくさん植えてますが、あちらこちらだからいいバナナを集めてきたんですけど、今私がずっとあちこちから回った中で東大元暮らし一番いいバナナの品種がこれですね。もう半年前ぐらいに先に植えたんですけど、すべてこのバナナの小株とかすごくいいんですよ。どういうのがいいかというと、このバナナを見て、バナナの振りを見てすごく気がついたことがあるんですけど、このバナナ、普通のバナナはこういう状態でバナナの葉っぱが枯れていくんですが、脱皮していくんですよ。脱皮、チャーエビガヤ脱皮するのはヘビとかセミとかそんな感じかなと思ったら、このバナナは綺麗に脱皮して、いつもみずみずしいこんな感じで、子供がですね実際に植えてみて、こういうバナナ、皆さんバナナ植えた人はわかると思うんですが、こっから小株を定植畑に移すと急に元気がなくなるんですが、この品種だけはこんな感じでそのまま成長していってこうなります。で、あと分かったのが、ここから私3本ぐらい苗取って実験的にやったんですけど、もう成長も早いで、小株もたくさんできる。もうあそこには 1,2,3,4,5,6 本ぐらい、新座さんこっち映してもらっていいですか。こんな風に見事に脱皮してるんですよね。こっちもそう、綺麗にもうこんないいみずみずしいいい状態。そしてこのバナナの特徴数えてみます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 枚葉っぱがついてるんですよ。こんなバナナ、そんなバナナ今まで見たことがないです。で、品種を今、調べてるんですけど、実がものすごく大きくつく苗、これはもうよそのバナナ農家で作ってる苗をこっちに持ってきてるんで、イメージはわかるんですけどね。さらにこっちもそうですね。こっちからこっち、これも綺麗に脱皮してます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,10,15枚から18枚ぐらい、みんな元気に葉っぱがついてる。ということで、今日から、今日のお知らせは、バナナの苗を欲しい方、沖縄の人はバナナ当たり前かもしれませんけれども、今ロシアで何が足りないかというと、砂糖と次はバナナが足りません。ウクライナも砂糖とバナナが足りないと言ってます。本当にバナナが沖縄、あちこちにありますけど、本当に美味しいバナナ、いいバナナ、その苗を、予約で、注文受け付けたいと思います。前もって予約していただければちゃんと、苗株分けして準備しておきますので、連絡ください。また野菜これ近い品種のバナナですよね、これもね。そうだね、はい、またケチで。 OKOKOK で、一応参考までに新座さんのキンキンゴーヤ元気に育ってます。無農薬で全部、言い忘れましたけど、バナナは全部無農薬です。で、ここは、ここに植えてるバナナがもう向こうの方に行くと、奥の方に行くと、ガーッと、あそこはバナナ並木になってます。たくさんバナナ植えてますので、皆さんに、ヤンバルの幸の分配をしていきたいと思います。こんな感じで葉っぱの、
葉っぱに葉っぱの数が多いのとこうやって脱皮していく、きれいに脱皮していくっていうのがいいですね。ということで、沖縄県宜野座村からバナナの苗の宣伝でした。またやさーい。